マンチュアから龍馬軍を率いてネオベローナへ攻め込みます。勝敗の行方は反モンタギュー勢力の掘り起こしにかかっておるな。ここに反モンタギュー勢力が一定数存在することは確かなのですが。枯れたバラを飾ってる家に行って協力を頼んだら。十軒も回らぬうちに憲兵が来る。マンチュアにいる味方の存在を一度で見分ける方法でもあれば。そんな魔法があるなら教えてもらいたいくらいです。そうじゃな。皆様、お求めの品が届きました。待っていたぞ。すごい。これ勝手に触るでない。どうなされました。これから大勢の人たちを傷つけるのかと思うと。ジュリエット様、今我々がやらねばもっと多くの民の命が踏みにじられていくのです。分かってる。誰も争いなど望んではおりません。モンタギュー以外とはな。うるんだ瞳の奥に変わらぬ君の姿、どこまで世界は続くの。途絶えた日々の言葉、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この度の我が父タイタスの悲劇は事故のようなものでありまして、多大なるご迷惑と太鼓を追いだりに触れたと。ではやはり殺されて、なんと恐ろしいこと。覚えておい、魔球士。お前に野心があるならば、世の中を突き動かすのは恐怖と憎しみだ。敬愛なる我が親族であり友であるタイタス・ド・マルケージ、永遠の沈黙と静寂の中に眠る貴殿の魂に哀悼の意を捧げる。固いな。ロミオ様は本当にこんな寂れた村にとどまるおつもりなのですか。私に聞くな。これを見てくれ。おお、どうやってこれを。近くの町で剣をいくつか売ったのさ。それでこんなにか。ああ、今は町じゃ剣や鎧にすんげえ高値がついてる。戦の香りか。
さて。おい、気をつけろ。何をやっておる？せっかく段差があるから気をつけろと注意したのにの。あなたは枯れた泉であった。あの時は食べ物を分けていただいてありがとうございました。村に戻ってきたのか。はい。あの娘は変わりないか。木の根の叫びを感じた。ジュリエットとは今は離れて暮らしています。でもいつか必ず一緒に。いつかでは遅いかもしれん。これを持っていけ。これは種だ。寒さに強く乾きに耐え、痩せた土地でも豊かな実りをもたらす。すごい。ありがとうございます。天の使いよ、もう一度。そのなんだっけ。その甘く響き渡る声を聞かせてください。あんたさ、その芝居なんとかなんないの？私の恋人役なんだから、もうちょっと気持ちを込めてもらわないと。私買い物があるから。ちょっと待ちなさい。暇？いや、ここ原稿のここのところ読んでくれない？その今そんな気分じゃないっていうか。もうどいつもこいつも神経臭いったらありゃしない。マンチェは貴族の別荘地だって言うからついてきたのに、毎日物騒な話ばっかし。これじゃあネオベローナにいるのと変わらないじゃない。かっこよくて素敵な貴族様とはいつ出会えるのよ。ちょっとどきなさいよ。すまん。これは残りの代金だ。毎度あり。でその話をいつ聞いた？噂を聞いたのは 2,3 日前か。グラディスカ鉱山の連中といや、町を追われた罪人だ。それが何だって、あんな誰も住んじゃいねえ村にな。エルベの村か。おい、ロミオ。本当にここで暮らしていくつもりなのか？こんな枯れた土地で。現実はそう甘くはない。先の展望のないまま、この村でやっていけると思っているのか？ジョバンニ。夢物語だけでは飯は食えんぞ。違う。ん？この種なら、乾いた土地でも芽を出す。これがあれば、なんとか冬は越せるし、春までには、村も形になるはずだ。そうすれば、みんなの家族も呼べる。家族を？僕は、家族みんなが笑って暮らせる村を作りたいんだ。この村にかつてあった豊かな暮らし。ちくしょう、せめて死ぬ前に一目、家族の顔が見れたら。さて、何から始めようか、大将。鉱山の人
エルベの村に。確かモンタギューの子息も鉱山へ追放されたと聞きました。フランシスコたちには俺から伝えよう。承知しました。奴らの剣の銃や二銃よりあなたの冷たい眼差しの方が恐ろしい。あなたの優しい眼差しがあれば僕は不死身になれる。あなたはお父様を捨て、あなたの仮面を捨てに。これは書きかけの新作よ。こっちへ来て急に筆が進んだの。一世一代の純愛物語。どこかで聞いたような話ですね。ネオベローナで上演すれば太閤が怒り狂うでしょうね。怒り狂う。そう、あなたという財宝のためならば万里の海、荒野の果てまでも旅をして。ちょっとエミリア、芝居って人の心を動かすの。意味しないの。多くの人々の心をひとときだけ怒りや喜び、憎しみや悲しみで満たすことができる。だから扱いによってはとても危険な武器にもなりうる。なるほど、面白いですね。ああ腰痛、水汲みにすればよかった。水持ちだぞ。よし行け。よっほっほっ。おい水が足んねえぞ、手伝うか。さあさあ、ちょっと解いてもらえるかしら。これ何事ですか、ウィリアム殿。あら、何よ。芝居よ芝居、聞いてないの。フランシスコ、これはどういう。もう目くじら立てないでよ。マンチアの人々にも娯楽が必要ってこと。何を始める気だ、まったく。まあまあいいじゃないですか。はいはい、じゃあみんな台本見てちょうだい。え、僕も出るの。私も。ちょっと何よこれ、なんで私がヒロインの奪役なのよ。だってアントニオの恋人があなたじゃ釣り合い取れないでしょね。はい、リーガン。え、私も出るの。ええ、物語のヒロインはあなたよ。最近の若い者ときたら全く理解できん。あとは横暴な王様役が必要なんだけど。わしはやらんぞ。そうだそうだ、キュリオ、お前絵が描けたよな。それはガキの頃の話だ。キュリオくん、宣伝用のチラシが作りたいの。協力して。やめろ、気持ち悪い。ロミオ、どうした？すぐに戻るよ。パオロ鉱山長。私はもう鉱山長ではない。食事、向こうで一緒に食べないかい？こんな土地で畑を耕したところで一文にもなりゃしない。私は今まで太古のネオベローナのためだけに働いてきた。だがもう。ここにいるみんなは自分のために生きている。何からも縛られずに豊かに暮らす。ただそれだけです。協力してくれませんか。うん、畑をもっと有効に使いたいし、水源の問題もあります。この村の開拓にはあなたの管理能力が必要なんです。今こそ奴を地獄へ。この堕落しきった世界に正義など存在しない。お前の剣の輝きも黄金のメッキと同じ。この剣の輝きに偽りなどない。ダメダメ、全然ダメね。ジュリエット、あなたは悪い王様を討ち取る正義の騎士なのよ。あ、うん。しっかりしてよね、もう。憎いわけではない。お前は憎くないのか。己の野心のためにお前の家族を殺したあいつが。あの人の息子をロミオを愛したから。
ピレット家のため、ネオベローナの人々のため、私はモンタギューを。おい。ん？なんだ？お前、ジュリエットに何を求めている？俺にとってジュリエットが唯一の希望。希望？ジュリエットが気づく新しいネオベローナが見たい。それだけだ。それはジュリエットの犠牲の上に成り立つ希望か。ジュリエット自身の幸せはどうなる？もちろん、ジュリエットには幸せになってほしい。ジュリエットの幸せとネオベローナの未来、どちらか一つを取れと言われたら。ジュリエットの幸せはネオベローナの再建抜きにはありえない。そのためなら俺はどんな犠牲も厭わない。この命すら惜しくはない。それがお前の愛か。図星だな。お前の口からそんな言葉が出るとはね。こんな遊びも、俺を焚きつけたのも、その思いを隠すためか。臆病者め。わからないんだよ。どうすれば愛を生かせるのか。厄介だな。俺たちは剣術しか教わってこなかった。愛は自分で学び取るものらしい。慌てないで、順番だから。どうぞどうぞ。見に来て。あ、そうそう、鉱山の人たちがエルベの村まで来てるって知ってる？え、すぐ近くよ。怖いわね。どうしてジュリエット、近くにロミオがいるんだよ。でも今ここを離れるわけにはいかないわ。そんな、あんなに会いたがってたじゃないか。抑えれば抑えるほどその思いは膨らんでいくもの。今晩芝居が跳ねたら、あなたはマンチュアの人気者よ。そうなったらもう会いに行くことなんてできないかもね。お前自身の心に従え。誰も咎めはしない。ジュリエット、ありがとう。私行く。俺が案内する。山猿連中の巣窟に一人送り込むわけにもいかんからな。行ってギュッと抱きしめられてらっしゃい。開演までには戻ってくるから。ああ、実は小説より燃えるわ。ロミオ、ロミオに会える。もう、なんだ、あれ、うん、モンタギーの兵か。いや、違う。ロミオン家の方へ向かってるぞ。おい。こんな荒れた土地に。ロミオ、ロミオはここにいる。外に出るな。家の中へ隠れてろ。おい、あの子、ひょっとしてロミオ様の、もしかしてハンカチの子か。おお、きっとそうだ。ロミオ様、ハンカチ。
綺麗、素敵な村ね。みんなロミオが作ったんだ。畑だけじゃない。俺たちに生きる希望をくれた帰る場所ができたんです。ロミオ、ロミオは自分の力で新しい道を切り開いたのね。ところで肝心のロミオは？またあそこだろう。最近何かあるといつもそこにいるみたいだぜ。野菜が育ったら今度は花の種をまこうと思ってる。村を花でいっぱいにするんだ。ジュリエットだったらどんな花がいい？そうね、好きな花はたくさん。でも一つだけあげるなら。ジュリエット、バラの花を。勇敢なる神父の魂、見せられし誇りの重みをもって我誠の風を再び吹かす。託された今日という希望、友よ、今君の声が聞こえる。次回、ロミオとジュリエット第19幕、継承、我こそは。本当に実らぬ恋なのですか？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。